今日は1月21日でございまして、いろんな発表がありましてですね、何が発表されたかというと、ハロプロの春ツアーが発表されました。ハロプロジェクト2022スプリングシティサーキットということで、モーニング娘。アンジュルム、ジュースジュース、つばきファクトリー、ビヨンズが、ホールで回るというですね、素晴らしい豪華な、企画でございまして、で、どういうことかというと、まあ、多分おそらくね、あの事務所がね、普通に春ツアーやろうとしてね、各地を抑えたんです、春ツアー、ホールを。で、抑えたんだけど、いまだにこの状況が収まらないので、また花鳥風月で回ろうかっていうわけでもいかず、じゃあどうしようかって言ったら、要するに、例えば、八王子のホールを、まあ、昼夜別個に使おうと。で、だから昼夜、モーニング娘。アンジュルムと別個で使いましょうと。ね。で、日曜日は八王子のホールをこうジュースジュースと椿ファクトリーで使いましょうと。昼を椿、夜をジュースジュースみたいな感じで使いましょうということで、そうすると一定の収穫は望めますよと。うん。結構収穫はあるでしょうと。うん。ということです。翌日26日の3月26日で大阪なんてモーニング娘。がとビヨンズだもん、うん、で翌日アンジュルムと椿ファクトリーが同じ会場を使うというね、こういうなんか感じですね。はい。4月9日仙台サンプラザをですね、モーニング娘。が使って、夕方は、椿ファクトリーが使って、次の日日曜日は、昼を仙台、昼はビヨンズが使って、夜はジュースジュースが使うという形で、うん、感じです。で、4月16日からもう本格的にあちこち回り出しましてですね、もう岩見沢か座間大阪とかもうおなじみのコースですよね。で、日曜日 もう札幌大阪座間とかですね、もう素晴らしい、栃木とか回ったりとかね、伊勢崎行ったりとかね、また大阪、名古屋、千葉ね、各もまんべんなく回ります。はい。で、6月4日まで続きます。で、まあ、多分ですね、まあ、完璧に、長期のホールツアーっていうのは、多分、椿ファクトリーでビヨンズは初体験で、ここで、ビヨンズなんかツアー自体はもう 初体験ですからね。うん。うん。もう、だから絶対成功させたい、してほしいなと思っています。で、もう一つ気になるのがですね、ひなフェスはいつなのかっていうのが気になるところなんですけど、まあ、ひなフェスはですね、とりあえず今のところですね、予想としてはですね、3月27日と1月9日の間、だから4月2日3日じゃないかと私は思っています。まあ4月2日3日にひな祭りっておかしいじゃないかっていうことなんですが、東北地方はですね、この時期にひな祭りやってるんで、私らは何にも違和感がありません。なんでしたら4月3日のひな祭りですからね、東北地方は。はい。多分佐々木理香子の実家あたりなんかそうだと思いますけどね。あとあれね、アプガ2のさ、秋田の子いるじゃん。名前忘れたけど。多分あの子の実家も多分ね、4月3日でひな祭りで多分。なんでしたら多分。はい。そうですよ。安倍七海の、だってラストアイドルの安倍七海の実家だって4月3日だからですよ。ひな祭りは。石田あゆみのところは仙台は多分進んでるから3月3日だと思うんだけど、うん、な話はどうだっていいんだけどね。まあだから4月2日3日じゃないかなと思ってます。で、次に研修生実力診断検査いつなのかって話なんですけど、まあここで一応5月3日か5月4日かって書いてるんですけど、まあ、ね、冷静に考えたら多分5月3日はですね、5月3日、もうでも中の空いてんだよな。うん、でもまあどうだろう、私、8日じゃないかなと予想してます。大体でゴールデンウィークの一番終わりなんですよね、研修生の実力診断テストっていうのは。うん、で、まあ、どうせ中野はですね、4日、5日と使って、7日も使ってるんで、6日っていう説もあるんですけど、6日は多分ね、誰かまた使うよ、多分これ。鈴木愛理か誰か使うよ、多分大川理沙とか、でも MLINE が使うんじゃないかと思うんだけど、5月3日は多分勝手な予想、うん、じゃねえかなと思うんだけど、5月3日、うん、
多分こう中野4日からね8日まで全部借りてると思うんだよな、多分中野サンプラザって。うん、だから3日にね、3日とね6日に多分 M ラインが入ってくると思う、多分中野サンプラザ。うん、で8日が多分研修生自宅診断テストで、でモーニング娘。が空いてんだよ、これスコンね、予定が空いてるから、多分ね、審査員が福村瑞稀なんで多分だから8日じゃないかと思っています。はい、でですね、であとビヨンズの武道館はいつなのかってないけど、もう6月4日以降なんで、まあ早くて6月の6日の月曜日、5日の日曜日ってことはまずないです、あの事務所は。だいたい平日抑えてきますから、6日以降です、6日以降のだから平日だと思いますね。まあ多分どっちみち日曜日やられても多分どっちみち行けないんですよ、武道館開演時間遅くて帰れないから私ね、新幹線間に合わないもんで、まあどうせもチケットも取れないですしね。うん、まあいいでしょう。はい、ということでですね、今日はですね、ハロプロの春ツアーについて、あといろんな、ハロプロの春の恒例行事はいつなのかって予想もしてみたんですけども、大変嬉しいですね、この、この中にですね、なんかこの会場で、ね、一番すごいのが桃地パレスっていうのがあって、使うのがまたいいですよね、桃地パレスね、うん、いいじゃないですか、ここ、で私ですね、私の、まあ、予定なんですけど、まあ、とりあえず仙台行こうかなと。でも、まあ、多分10日だと思いますよ。だから、ジュースとビヨンズを見ようかなと思ってます。で、まあ、どうしてもつばきワクチンでも見たいんですけども、なかなか土曜日もね、仕事が確定的に休みってことじゃないんでね、休みでも暇、なんかね、なんかあったら、ね、呼び出されるんですよ、うちの会社に。土曜日って、一応休みなんだけど、昼から休みなんだけど、何かあったらちょっと来てくちょうだいって言われる可能性もあるから、いなきゃいけないんで、そういう曲があれなんで、うん、ないとは思うんだけどな、うん、でもなんか、これだって仙台で往復2往復するんだったら泊まれやって話なんだよ、さ、泊まれやって話になってくるとさ、どうなんだろう。でこの宿泊機出すぐらいだったら、なんかこの八王子見に行った方がいいよなと思ったりなんかするんだけど、とりあえず八王子も狙ってみます、椿ファクトリーは、うん、でまあ4月10日の仙台狙ってみて、モーニング娘。はどうしようかなって考えてるんだけど、なかなかね、あの日程が合わなくてね、一番いいのがザマですか、24日のザマか、ザマ遠征か、ゴールデンウィーク今年も何にもなさそうだからな。でもね、さっきも言った通り M ラインの、ね、日程がね、まだ3公演だけしか上がってないんだよ。で M ラインが3公演で終わるわけがないんで、だからこの隙間縫ってね、どっかで M ラインを入れてくるんだよ、うん、だから M ラインの日程が出たら M ラインの日程も作ります、うん、はい、うん、なんでもう M ラインも入ってくりますし、だって大体チケット取れるかどうかも分かんないで、私一般で取りますから、あの E プラスとピアで、ね、多分ね関東圏はほぼ瞬殺だと思うんだわ、多分だ仙台でもね、ビヨンズはね多分瞬殺かなと思うんだよ、多分、うん、秒殺。いやジュースは多分、まあ、ゆっくり取れると思うんだけど、もうビヨンズなんてもう初ツアーだからさ、うん、多分瞬殺だと思うんだよな、これ厳しいぞ多分、うん、はい、そんな感じでですね、まあ一応じゃあチケットは取りますけど、頑張って取りますけど、10時に電話かけて、うん、何分仕事中なんでなかなかね難しいんですよねあれはね、なんかね10時に行くのもね、はい、それでですね、そんな感じですかね、モーニング娘。どっちどうしようかな、まあいろいろ考えます、だからM ラインの日程も考えまして、あとはひなフェスもありますしね、それからあとあれもあるしね、あのお茶ノーマのイベントもあるから、これもここに入ってくるでしょ、うん、まああと金瀬水木公園がいつにもう全部取れるんだよね、金瀬水木公園もあるからね、まあいろんな日程を見ましてですね、総合的に判断してチケット取りに行こうかなと思っています。はい、まあどうせ秋ツアーもありますからね、多分秋ツアーも多分このパージョでやると思うんだよ、多分これでやってくるとすると、うん、だから多分春で一回も取れなくてもね、
秋ツアーにかけようっていうのも、秋ツアーまで行くとさほどだからホールツアーで単独公演見せろっていうのはもう多分そんなに結構収まってくると思うんでだいぶ収まってくると思うんで、その今渇望、彼はもうかなり皆さんおたは渇望してますから、単独ツアーに関しては、俺は単独ツアーが見たいんだっていうのはもう今もうものすごいあれですから、フラストレーションが溜まってますから、まあ、チケットがあったら近くになったら死に物食いでも見るぞってのがいっぱいいますからね。普段現場を漂ってみんなで撮りたいと思ってる人いますからねどうなんでしょうか、はい、と思っています。はい、あ、アンジュルムはね、仙台のね、これで仙台見ます。あ、仙台14日なんだ、土曜日なんだ、へ、そうなんだ、ちょっときついかもしれないな、まあいいや、うん、頑張って撮りましょう。はい、あ、でも土日か、わかんない、あ、日曜日だ、あ、まあいいや、うん、川口公園ってのもあるんだよな、仙台で撮り逃したらもう川口行くしかないね。川口、アンジュルムで川口、武田の地元、うん、あ、ビヨンドも川口撮り来るんじゃん、これ、あ、これで撮る、これで行こうかな、だったら、ね、いいですよね、川口、最後の川口、仙台だから、仙台でもしあれだったら仙台のビヨンズを、取り逃したら、川口狙います、川口はい、以上です今日はですね、ハロプロのハロツアーが決まりましたよということで、動画を撮ってみました。皆さんも頑張ってチケットを取りましょう。そしてライブまで楽しみにしましょう。以上です。